はい、えー、こんにちは。8月の17日、金曜日の日替わり竹部でございます。えー、さて、毎度毎度、またまた言うのかよとお、しかり受けるかもしれませんが、えー、しつこく申し上げさせていただきます、えー。週末リスクというところで、特にドル円相場でございますね。7月の中旬以来の79円台と、まあえー、前半に何とかですね、定着しているような状況でございます。えー、まあ、基本的には、まあ、顕著性が見せられては、おり、 いるもののという感じでしょうか。ただし当然ですね、加熱調整というような形で、利益確定の売りに押される場面もあるかもしれません。週末リスク週超えというところのポジションを保有なされる方は、十分ご注意していただければと思います。そして2点目でございますけれども、これも毎度で大変恐縮でございますけれども、週間為替見通しと。 来週の見通しでございます。僭越ながらこちらの方はですね、当社のサイト上、もしくは、まあ、いろいろ各種、メールマガジンなどでもご案内させていただいておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。えー、さてですね、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。はい、今回のですね、この、週間、川替相場見通しの中でのところでございますけれども、来週のことにちょこっとだけ触れさせていただこうかと思います。まあ、内容に関してはぜひご考覧いただければと思いますが、 綺麗にに一、ね、一目目表、しし一目金表しののの中に収まってきてきいるとううような状況で、78円の83から80円円から54銭こういったところをテクニカル的な上下の指針とちょっと合わせて考えております。80円ワンタッチぐらいまでいったらいいんですが、来週からはですね、本格的に輸出入の法人、こういったところが出てくる、特に輸出の売り玉というものが上値を抑える可能性があるというところで、どの程度までアプローチできるのか、80円台 に向けてアプローチできるのかどうかというところが大きな焦点になるのかなというふうにして考えております。いずれにしても来週からですね本格的にま夏休みモードからですね少しご気分の方を変えていただいて為替市場そして東京金融市場全般でございますけど日経平均株価も含めて十分ご注意していただいてお取引の方を取り組みしていただければと思います。以上8月の17日金曜日の日替わり竹部でございました。